はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日2月3日ですね。アトミックショップユーティリティ無料分ね、いただいていきましょう。無料解体キット始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ポキってデイリー確認していきましょう。はい、ヌカワールドオンツアーでフォトモードを使用して写真を撮る、ヌカコラオレンジを飲むにハニービーストを倒すワークショップ、またはキャンプに床、壁または天井を作る、変異したパブリックイベントを完了する、変異した敵を倒す10、調理した料理を食べる10ですね。結構すごいよな。はい、そんな感じでちょうどね、オンタイムで変異イベント発生してるんで、早速参加していきたいと思います。じゃあこれで終わらせてきます。はい、変異したパブリックイベントを完了する達成でーす。はい、ハニービーストポイントに来ました。ハニービーストを倒す1達成でーす。はい、ワークショップまたはキャンプに床または壁か天井を作る達成でーす。はい、調理した料理を食べる10達成でーす。で、このタイミングでヌカコーラオレンジの方をね、はい、ヌカコーラオレンジを飲むに達成です。はい、そんな感じで変異した敵を全然倒してないんでデイリーオプス作ってみました。本日ワトガハイスクールエイリアンで不安定サベージストライクになります。よろしくお願いします。で、これが107もあるからね、使っていきましょう。よろしくお願いします。終わらしていきます。買ってきます。じゃ、行きまーす。はい、変異した敵を倒す10達成でーす。で、ギリギリみんなもアグレッシブでね、全然殺せなかったけど、ようやく終了間際に10殺せました。戻りまーす。3分22秒だからね、早いわ。戻ってきました。あと残ってんのがヌカワールドツアーでフォトモードを使用して写真を撮るということで、やっていきましょう。めっちゃだるそうな顔してるけど、なんかうまい角度ないかな。いい感じの角度。はい、このアングルにしました。はい、ヌカワールドオンツアーでフォトモードを使用して写真を撮る達成です。今回はこのところで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。